県議会2月定例会は最終日を迎え、参院選をめぐる買収事件で検察に略式起訴された県議4人の辞職を認めました砂原勝則君、宮本新八君、平本徹君、および奥原信也君の議員辞職は許可するにご異議ありませんか、ご異議なしと認めます。 2月定例会会最終日となった県議会冒頭、3年前の参院選をめぐる買収事件で現金を受け取り辞職願いを出していた県議4人の辞職が決まりましたこの4人はきのう検察が略式起訴したことを明らかにしていますさらに本会議では一般会計で過去最大となるおよそ1兆1440億円の当初予算案などを可決する見込みです。 県議会を辞職した四人の議員の一人、奥原信也氏が先ほど会見を開き。政界引退を明らかにしました。まあ、もらったこと自体が。全然だめだと思います。私の不注意というか。あの。ことに申し訳なく思っておりますが。 奥原信也氏は河井克行元法務大臣などから200万円を受け取ったとして9日、検察の略式起訴に応じていました会見では受け取った200万円を熊本や鹿児島など県外の被災地に寄付したと述べ今後も被災地復興に意欲を見せました一方で現在79歳の奥原氏は政界からの引退を明らかにしました。